ピード疑獄の黒幕児玉芳雄がついに国民の前に姿を見せた。児玉はロッキード社から巨額の工作資金を受け取ったとして所得税法及び外国為替法違反で起訴され、6月2日初公判出廷のため東京地方裁判所に出頭した。事件発生以来実に1年4ヶ月ぶりのことであった。法廷では人定質問、起訴状朗読に続いて罪状認否が行われた。児玉はコンサルタント料の受領は認めたものの、工作資金の受け取り、領収書作成などについては全面的に否認。約40分間の尋問を終え退廷。児玉もさすがに興奮の色は隠せなかった。日本を揺るがしたロッキード事件は今度の児玉の初公判で丸紅、全日空と合わせて3つのルートが法廷に揃ったことになる。これらの審理が進めばさらに事件の真相が明らかにされそうだ。